はい、皆さん、こんにちは。通訳案内士の横山と申します。今回は、通訳案内の実務ということで、長崎市の観光について見てみたいと思います。まずね、概要から見ていきたいんですが、長崎市はですね、長崎県の県庁所在地になりますね。人口は約42万人の方がいらっしゃると。異国情緒が漂う坂の町と、港湾都市であるということですね。まあ、実際行かれて分かると思うんですけどね、結構坂が多いんですよね。で、三菱の企業城下町で、三菱重工業とか三菱電機のですね、まあ、大きな工場がありますよということですね。で、16世紀にですね、ポルトガル船が来航しまして、それ以降ですね、南蛮貿易の拠点になりましたと。で、オランダや中国との貿易港、キリスト教布教の中心ということでですね、キリスト教の布教の中心にもなりましたと。で、1945年8月9日ですね、広島の後にですね、原爆投下されまして、被爆都市でもあると。で、世界遺産がですね、世界文化遺産が2つございまして、長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産っていうのと、明治日本の産業革命遺産ですね。製鉄、製鋼、造船、石炭産業っていうね。二つのカテゴリーの世界遺産がありますよ、ということですね。で、大浦天主堂なんですけども、26世ですね。殉教者天主堂ということで、世界遺産登録されてるんですね。で、1864年にね、竣工したもので、原爆で破壊後、1952年に修復されたと。現存最古の木造の教会で、日本最古のゴシック建築というふうに言われてますね。で、西坂で、ね、殉教した26聖人を祀るということですね。で、信仰告白したですね、信徒発見の舞台でもありますよと。特徴的な天井、キリスト教のステンドグラス。あとですね、旧ラテン神学校ということで、堅牢な木造建築もありますよということですね。これは世界遺産登録されてますからね、しっかり覚えておいてください。で、グラバー園ですね。グラバー園もこれも世界遺産登録されてまして、イギリスのですね、貿易商人グラバーの邸宅跡であると。1863年に竣工しまして、日本最古のね、木造洋服建築となっています。で、正面玄関のないね、クローバー型でして、旧グラバー邸の他にですね、リンガー邸、オルトー邸住宅などもありますよと。で、1974年に、開園ということで、公園になってまして、エスカレーターみたいなね、どんどん上がっていくわけですね。丘の上にあるんですね。次ね、長崎孔子廟、中国歴代博物館ということで、1893年ですね、長崎孔子廟が竣工しまして、日本で唯一のですね、本格的中国様式の孔子廟であると。1983年に中国歴代博物館を新設しまして、中国国宝級のね、文物が収蔵されているということでですね、孔子廟もいいんですけれども、その横のね、博物館も非常にこう価値のあるですね、ものが、収蔵されてましてね。非常に価値があるということですね。次ですね。出島和蘭商館跡ということで、いわゆるね、出島の跡ですよね。1574年に、あ、すみません、71、すみません、1571年にポルトガル船が入港しまして、1636年ですね、徳川幕府の命令によって出島が完成しましたと。で、1641年ですね、オランダ商館が平戸から出島に移転しまして、出島はですね、日本とヨーロッパ間の唯一の貿易地になったわけですね。で、オランダからですね、織物や砂糖を輸入して、日本からはね、銅を輸出しましたと。で、カピタン部屋ですね、オランダ商館長のカピタンの部屋とか、あと旧出島神学校とかですね、そういったのもありますよと。で、旧長崎内外クラブっていうのもありますよということでね。今、出島はですね、いろいろ復元してるんですよね。ですから、なんて言いますか、入場料とかいるんですけども、非常にね、
まあ、復元されてですね、いろいろ展示されてるわけですね。で、当時の、人の、まあ、どんな人がいたかとかね、まあ、当時の暮らしがよくわかるわけですね。次、シーボルト記念館ですね。シーボルトっていうのは、ドイツ人なんですね。それで、鳴滝塾っていう塾を開きまして、まあ、長崎にですね、ちょっと外れたところに鳴滝っていう場所があるんですけども、そこにね、塾を開きまして、医学などを、まあ、教えたと。で、まあ、江戸も行ったことあるんですよね。で、江戸時代に、中国にですね、西洋医学や博物学を伝えたと。ヨーロッパに日本も紹介しましたとね、逆にね。で、記念館がですね、鳴滝塾ということ、鳴滝塾の、まあ、鳴滝塾ってのは、まあ、シーボルトの家でもあったんですが、そこの跡地にですね、記念館を作ったと。まあ、記念館がありますよと。で、1828年にですね、まあ、シーボルト事件とかあって、まあ、国家追放になったわけですね。ですが、まあ、日本にまた戻ってきたりはしてるんですけども、まあ、いずれにしてもね、日本とか日本植物誌、日本動物誌などを出版してですね、まあ、ヨーロッパに日本を紹介したと。まあ、まだその頃はね、日本っていうのはまだ未知の国でね、どんな国かよくわからなかったんですけども、まあ、彼はですね、ヨーロッパに日本という国を紹介したと。で、1866年に、まあ、ドイツでね、死にましたと。亡くなりになりましたということですね。平和公園、長崎原爆資料館ということで、まあ、8月9日にですね、原爆搭載機ボックスカーから原子爆弾ファットマンが投下されてですね、まあ、長崎はまあ、被爆したということですね。で、原子爆弾による死者は7.4万人と、で、負傷者が7.5万人ということで、で、戦後にですね、1951年に平和公園が開園されまして、原爆落下中心碑がね、また作られましたと。で、その公園にですね、平和記念像で、まあ、彫刻家のですね、北村西望っていうね、まあ、有名なその彫刻家がいるんですが、そのですね、まあ、平和記念像っていうね、まあ、まあ、よく遠足とか、修学旅行とかでね、行く人多いんですけども、まあ、そういう像が作られましたと。で、高さが9.7メートルですね。で、1996年にですね、原爆資料館が開館しまして、原爆資料ですね、原爆の惨状を示す写真ということで、まあ非常にこう悲惨なですね、まあ写真とか、そういった遺物、まあその遺品等がですね、まあ陳列されているということですね。カトリック浦上教会ですね、浦上天主堂とも言いますが、1914年にね、完成しましたと。で、原爆で全壊したわけですね。で、1959年に再建されましたと。で、こちらの教会はロマネスク式教会で、信者数はね、日本最大規模と言われてますね。で、浦上っていうのは、長崎の北に位置する農村で、カトリック信者の多い場所だったんですね。で、まあ、長崎の鐘ということで、まあ、鐘も有名で、あとね、被爆のマリアっていうね、まあ、マリア像も有名であるということですね。今度ね、仏教寺院なんですけども、興福寺と崇福寺っていうね、まあ、有名なお寺がありまして、まず興福寺なんですけども、1620年に創建されたと。我が国最初の大漠禅宗の、まあ、当寺であると。朱塗りの三門がからですね、まあ、赤寺と呼ばれてるわけですね。で、あとはですね、崇福寺といって、1629年にね、建立されたお寺がありまして、大雄宝殿ですね。で、第一門ですね。は国宝指定ということで、まあ、国宝に指定されるほどですね。まあ、非常に価値のある建物であるということでね。まあ、コウモリのマークがね、有名だったりしますけども、まあ、仏教寺院なんですけどね、長崎のお寺っていうのはちょっとこう、ユニークな感じ。まあ、興福寺はね、まあ、大漠宗ですし、非常にこう特徴的な、ね、お寺が2つありますよと。次ね、日本26聖人記念館ということで、1962年ですね、西坂公園内に記念碑と記念公園が建設されましたと。西坂公園というのは、長崎駅の近くですね、まあ、歩いていける、まあ、すごい近くなんですけども、その公園にですね、まあ、記念公園ができましたと。で、1587年にバテレン追放令があったと。で、
それでですね、記念碑がね、26世、殉教されたね、26世人の、記念碑があるんですけども、船越泰武っていうね、有名なその彫刻家が作ったね、26人の、成人のですね、像があると。で、そこに横にですね、資料館というか記念館がありまして、ザビエル渡来から明治時代までの日本のキリスト教の、歴史を紹介してるわけですね。で、このね、稲佐山という山がありまして、ここは、ね、夜景が有名なんですね。山頂までね、ロープウェイで大体5分ぐらいということで、函館の函館山、神戸のね、摩耶山と、共にね、日本三大夜景と言われてますね。また2012年ですね、モナコ、香港ともに世界三大夜景とも言われてますね。で、1000万ドルの夜景ということで、非常にこう夜景が綺麗なわけですね。夜景、夕方夜にかけてね、皆さん行くんですけども、海がありますからね、海と、夜景のコントラストですね。で、しかも坂の多いね、町ですからね、こう、非常にこう、なんていうんですかね、坂が多いっていうのもね、夜景が綺麗な要因の一つなんですけどね。で、稲佐山っていうのは標高333メートルということで、東京タワーとね、ちょうど同じ高さなんですね。で、今度、軍艦島ですね、端島炭鉱とも呼ばれますけども、こちらはですね、世界遺産で、産業革命遺産ですね。1974年に閉山しまして、それ以来ね、人は住んでないと。当時はね、たくさん人住んで働いて、働きかつ、人も居住してたんですけども、今は無人島であると。で、長崎港からですね、約 18km の海上にございまして、船でね、40分ぐらいで行けると。で、面積がね、6.3ヘクタールということで、小さい島なんですけども、その島の形がですね、軍艦の土佐っていうね、軍艦が似てるから、軍艦島とね、命名されてますと。で、集合住宅とかですね、堅牢跡とか、レンガ造りのね、事務所などを見学できるということですね。で、このね、長崎のお祭りなんですけども、まず長崎くんちっていうのがね、10月にございますね。諏訪神社の大祭であると。中国やオランダなどの異国情緒漂う出し物であると。蛇踊りやオランダ漫才ですね、クジラの潮吹きなどが有名ですよと。で、2月にですね、長崎ランタンフェスティバルっていうのがありまして、旧正月を祝うね、春節祭が起源であると。長崎新地中華街を中心にですね、たくさんの提灯が並びますよということですね。長崎新地中華街っていうのは、中華街なんですけどね、長崎にも中華街がありますね。で、今度ね、グルメですね。まずね、皿うどんが有名ですよね。あんがあるのと、あんかけとあんなしがありますね。あと、ちゃんぽんですよね。ちゃんぽんっていうのは、豚、豚骨とですね、鶏ガラで作った、スープが有名ですね。あとはですね、卓袱料理と言いまして、大きなテーブルにですね、多くの料理を並べるね、卓袱料理っていうのがありますね。あとはトルコライスですね。ピラフとかスパゲティナポリタンとかね、ポークカツが一つのお皿にね、こうたくさん乗ってる、非常にボリュームのあるね、料理ですね。あとはね、お菓子ですとカステラが有名ですよね。南蛮菓子が独自に発達した和菓子ですね。カステラも有名である。